ベルンハルト・コンツはドイツの指揮者、カールスルーエに画家のバルター・コンツの息子として生まれる。地元の音楽院を経てベルリン高等音楽院に進学し、1926年にライプツヒ歌劇場のコレペティートルに着いた。翌年からベルリン国立歌劇場でエイリヒクライバーのアシスタントとなる。その後、ノイストレーリッツ、ブローツワフ、シュチェチン、 シュトットガルト、ケーニヒスベルク、ニュルンベルク、ハイデルベルクの各都市の劇場で指揮をし、1947年から1951年までラインラントプハルツ州立フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務めた。1951年から1974年までビーレフェルト歌劇場の音楽監督を歴任。1957年から ヘルベルト・フォン・カラヤンの主催するザアルツブルク音楽祭に参加した。シュトットガルトにて没。ベルンハルト・コンズ。2017年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月31日閲覧。スムトデ・フォン・ベアンハート・コンズ。オペルンウェルト4075。ありがとうございます。